サブスペシャル。その高木です。大谷翔平です。はい、はい。大谷翔平です。ジェシーさんですね。課金。WBC は最中ですから、ね。最中よ、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで北海道。北海道、でっかいど。言いますよね。ねえ。いや、北海道ということで、はい、私たちストーンズはですね、現在全国ツアー中ということで、そうですよ、北海道にいるんですけども、うん、まあ地方公演の時はリモートで生放送でお送りしてまして。広島、福岡、愛知、宮城と来て、今回北海道。北海道。そうですけども。まあ今3月後半ですよね、もう。そう。18日ということですけども。北海道寒いね、まだ。寒いね。あの、俺らが着いた日だから、昨日。昨日。昨日は、着いた時、吹雪。吹雪だ。もう、上から下じゃなくて、もう横から横に行ってたもんね。本当に横に雪が移動するぐらい、うん、そう、風も強いというか、吹いてて雪も降ってる状況でなんか、まあ、実際その時はそうだったか分かんないけど天気予報見たら最低気温がなんかそう氷点下行ったりしててかなり寒いんですよ。しかも北海道のさみんなは傘ささないんだよね。そうなんだ。誰もさしてない。俺一人がいいのかなと思った。あれ着いた時でしょ。そう、着いた日になんかちょっとまあ移動ライブ会場まで空港から移動してる時に車でチラッと外見てたら確かに傘さしてないの。さしてないの。だからあの東京とかにいる普段俺らからしたら結構雪降ってんなって感じだけど北海道の人たちからしたら大したことないのかもね。かね、雪が違うのかね。あ、雪って濡れないの。あ、だよね、なんかね、うん、うん、溶けないのか。あー、なるほどね。あれか、東京とかって温度がそんな低くないから溶けちゃって濡れるけど北海道寒いから雪のままなわけで風でどっか違うとこ行っちゃうよね。あ、で体に触れたらまあ体温で溶けるけど服は濡れないから払えばいいってことなのね。そういうことだね。あ、そうすごいよね。あ、だから、まあ、別に、まあ、とんでもないほどの雪じゃない限りは別にってことなんだ。外も別に傘ささず歩くしみたいな。まあ、積もってたわけではないよね。まあ、そうね、あの高速道路の横の方とかちょっと積雪が残ったりしてたけど、その今降ってる雪によって積もったっていう感じじゃなかった、うん、で今回テーマ雪ということで、ね、違います。テーマとか設けてないんですけどその一つのテーマに沿って1時間半お送りしてないので、はい、はい、I'm Snowy。あ、ソーリー、そうです、スノーリー。そういやいや、解説しなくていいか。あ、雪だけ。あなた自分のボケの解説は一生しなくていい。一応ね雪っていうこと言いたかったんですね。はい、ということで、まあ、まだ寒い中の北海道からっていうお届けということですけども、はい、まあ、継続的な地方からの放送は一応北海道で最後。最後。うん、まあ、今シーズンはまあこれにて完結ですかね、今シーズン。一応。うん、一応ね。になりますよね。でもまあ来月にも一応一回、その、はい、京セラドーム終わりの放送があるんですよ。お、あるんですけど、まあそちらはね、まあ、その一応その劇場版的な立ち位置だと思って。劇場版、うん、でかいね。じゃあだからインセプションザ・ムービーと思って、まあ、インセプション本作、本当の作自体はもともと映画なんだけども、うん、俺らがお送りしてるこれインセプションラジオでのその劇場版みたいなザ・ムービーと思ってもらえれば、はいはいはい、分かりました。来月のやつはね、そういうふうに頭に入れといていいんですね。なのでとりあえず今までのそのアリーナクラスのそのライブ後の生放送みたいなことで言うと最後になりますけども、うん、一応さ、その、まあ、アリーナクラスのライブの後にね、その生放送しか俺らお送りしてないじゃないですか。はいはい。まあ去年おととしもそうだよね。だったよね。去年おととし、うん、でまあ今年やらせていただいてますよ。そうだけども次はさ来月から、まあ、来月 の、 その劇場版、うん、言うとさ、まあ、ドームになるわけじゃん。ドームになるね。初めてですよ。大きいでしょ。大きいよ。会場の規模によって疲れって変わんない。どうなんだろう。でもやっぱ届けるっていう意識で考えればもっとちょっと体力は使うのかな、まあ、あと、もしかしたら京セラはさ、そのあれ、あの俺らも慣れてないから余計疲れるかもしれない。そうね。ちょごめん、一回落ち着くね。一回ない、ね、俺らそのドームの直後ラジオやんの。やるってことでしょ。マジかよ、今しれっと話だけど、俺らっていうかさ、ドーム直後にライブやる、ドームのライブ後に直後にラジオやるわけ俺ら。まあ俺かどうか知らないけど、まああなたはやりますよ。その温度差というか、なんかその高低差みたいなすごくない。でこれってめちゃくちゃ近いラジオでしょ俺らがやってるのって。めちゃくちゃ近じゃん。で、ね、ドームってさ、ライブ会場で言うとさ、もうほんとてっぺんの方よ。
はいはいはい、ね、トップクラスよ、うん、それも高低差やばくない？だからそれをお伝えすればいいんじゃないの？でそのえだからそのドームの余韻はゼロゼロゼロじゃないでしょ。いやなんかさ終わってさ飯食って、うん、乾杯したりさ、はい、あまあなんだろう分かんないホテルでさちょっとライブ映像見直すとかさ、うん、そういうのじゃなくて俺はもうまた小部屋に閉じ込められてラジオをするわけ。もう初ドームでいいじゃん。もうそれが確定してるわけでしょ。じゃあやりたくないのね。やるよやるんだけどリスナーと喜び分かっちゃうよやるんだけど。じゃあよかったいいじゃないですか。いやまあだからそのさっきの話だけど疲れが変わってくるかって話よ。公演数でいうとあれになっては1日2回やることが結構多くてですね。そうね。でもドームはねいろいろ、うん、まあ1回人数が多いですから。そうでも公演数でいうと1回だったり、うん、多分アリーナより公演数は少なくなるわけじゃないですか動員数が多い分、うん、でその体力が結局変わんないのかな。もしかしたらアリーナ公演数が多いから疲れる。そうね。でもまあ大きいから大きく動かなきゃいけなかったり俺らがまだ不慣れなとこもあるから疲れがあったりして。でもぶち上がっちゃうでしょいや逆にもっとアドレナリンすごくて、うん、やべえラジオかますことになる。いい意味で疲れはあるんじゃないそれは。あなのかな、うんうん、まあ、ちょっとねそれもちょっと読めないっていうのもあるんですけど、まあ、とりあえず今シーズンのリモートファイナルブレイクということで、はい、今回は、まあ、噛み締めてお送りしていきましょう。いきましょういきましょう。はい、ということで、まあ、まあもう桜の季節になったわけですよね。3月早いよ。もう今年終わるよ。本当に1年早いよ、ね、早いよ。やっぱさその俺らも若い時さ年取るごとに早くなるみたいな言われるじゃない、はい、やっぱそれをねしみじみ思いますよ。あの時の ね俺は大人に対してお前年々お前同じ1年だお前じゃかしいわって思ってたの。じゃかしいって何？やかましいお前やかましいね。じゃかましいさ何ほざいてんのお前。まあ確かにそういう風に思ってたね。何が早いのと思ったら早いね、やっぱ。ほぼもう年のせいよ。うん。早い、本当に。決めなきゃよかったんだけどね、1年を。だから、まあ、その去年、一応そのね、桜になるのが、その東京の桜。はい。っていうのが全国で6番目の開花。6番目に桜がこう咲きましたよ。いい数字じゃないですか、6。感じだったんです。まあ、俺らとしては縁起がいい数字であるんだけども、うん、6番目ということで。はい。それ、誰もマジで覚えてないと思うんだけども、リスナーも、その時いたメンバーも、うん。下手したら日押しも覚えてない可能性あると思うんだけど、うん、それ6番目でしたみたいなニュースをね聞いて、はい、その東京の桜に劇を飛ばしたっていう放送があったのを皆さん覚えてますかね。リスナーの皆さん俺はねまあ覚えてるんですけど、まあ、なんか言ったんですよ僕は。そんなもん、そんなもんじゃねえだろみたいな。おう、俺も一歩ずつやるべきことをやれみたいな。そう言ったんですよ僕は。桜に怒ってアドバイスもあげてあげる。逃げちゃってる。これ誰も覚えてないと思うんだけど。それは覚えてないじゃない。別に的な放送ではない。覚えてる人いるのかね。なんかね、もっと早く酒みたいなことを言ってるんですよ。ね、もっとウイスキーくれってね。しっかり、ね、それ酒じゃない。あ、違いますか。開花しろっていう意味の酒ですって言ったんですよ。でもマジで多分誰も覚えてないんだけど。うん、でね、まあじゃあ簡潔にその早い話が、はい、桜に切れた後にエールを送ったんですよ。来年期待してるぞと。で、まあ改めて振り返るとね、まあ、本当にこんな放送したのか。っていうのを疑いたくなるというか、うん、もうそれを思い出すだけでちょっとずっとするおぞましい放送であるんですけども、はいはいはい、なんとですね今週3月14日、まあだから4日前ぐらいですかに東京で桜の開花宣言が出まして。出た、まあ、こちらね実は全国トップの開花なんですよ。一番だ統計史上最速タイのだからその歴代というかでいうとその一番早かったのと同じあれ開花の記録という結果が出まして。どれ、まあ、だから高知県とかね高知県福岡県熊本県とか毎年全国トップに躍り出るわけですよ。おうおう、その西の強豪たちが、うん、そこを抑えて、まあ、悲願の1位通過ということでございます。まあ、完全にねもう多分その去年の僕のこの番組からの激励のおかげだと思うんです僕は。あ、そう。そう。まあ、ジリのおかげ？まあ、やりゃできんじゃん、桜って。できるね、そしたら。いや、かなり多分、お前、やってるわってだけじゃん。もう本気出せばできんじゃんって。本気出しとけ、早いからって。いや、まあ、ただね、桜のことを信じてよかったなと。お前のことを信じてよかった。じゃあ、ここで桜の豆知識ね。うん。うん、日本の最年長の桜は樹齢何年だと思う？なんかまた急にクイズ、オープニングトークで急にクイズ出してくる人。ちょっと調べてみたんだけど。樹齢？うん。もうわかんない。でも100年、200年とかなのかな？違います。最も古い桜の木は、推定なんだけど、1800年から2000年。すごいね。山梨県にあるらしいよ。
以上でした。覚えておいたら、もしかしたらクイズ番組出るかもしれない。それはお前なりのエールってことでいいんだよ。長生きしろ、お前も長く咲き誇れよ。はい、頑張ります。ということでございますよね。いや、改めて桜、お前おめでとうだよ、本当に。おめでとう。ただ、油断は禁物。そうね、油断しちゃダメ、ね。ここで満身が出たらもう全部持ってかれますから、かっさらわれますから。それだけはね、やめてほしい、ね。そう、1を取ったことにやっぱ甘えちゃいけない。みんな甘えちゃいけない、まあ、今年サボったら来年北海道より開花が遅れても遅くないですから、ね、おかしくないですから。1位取ったら終わりじゃなくて、この1位をどう次に生かしていくか。なるほど。監督はそう思ってる。監督だった。俺どうしよう、俺。照明さんになる、俺。いいんだよ、別に。桜照らすから、頑張って。役割それでも持たなくて。綺麗なピンク色って。ピンクだよ、あれも。照らさなくていいから、綺麗だから。まあね、来年もとりあえず期待しましょう、桜。うん。すぐ来るから。じゃあ桜、お前もう戻っていいぞ、お前。はい。ありがとう。じゃあね。じゃあ、もう一つだけ。あ、扉そっちね。いいよ、そんな細かいの。入ってきたんだから分かるの、最後。あとちょっと一個だけ、はい、自身も多分お喜びする。もう本当に祝福したくなる。はいはい、僕は正直、うん、オープニングトークなんかで話していいのかというふうにはちょっと思います。あ、今から話す内容ね。し、スペシャルウィークを組んでもいいんじゃない、思うぐらい。寺田心くん。ぬいぐるみとの添い寝を卒業したそうです。うわー、すばい。すばいわ。スバイ、素晴らしいって言うんですね。スバイ、スバイって言うんですね。いやー、もうこのラジオはね、その東京の桜の開花と同時にその心くんの成長を逐一追い続けてきた密着型ラジオだったわけですよ。そういうことだったのね。そうだったんですけども、まあ、声変わりの時期に入ったというニュースも二人で話しましたよね。そうね、現場で会ってね、してみたら、誕生日も一日違いです。僕は6月10日ですか。そうだ、したした、6月10日ですか。で、なんかその中学校なんかバスケ部に入ってみたいなとか、なんか陸上部と悩んでるみたいな話とかも多分したんですよ。したね。そんな心くんも現在14歳、もう今年15歳ですよ。ということで、まあ、大事なね、その恐竜のぬいぐるみと熊のぬいぐるみ、うん、それらと寝るのをやめたみたいです。すごい大人になったね。いやー、まあね、正直今日は心くんに捧げるラジオ、いいね、聞いてくれたら嬉しいね。心くんに捧げる1時間半になるかなとは思います。呼んでほしいね。リスナーもやっぱだいぶ弱ってると思いますから。心くんおめでとうだよ。心くんも14歳って、これってことはさ、もしかして来年卒業になるの、中学。ってこと？じゃない？今年15歳でしょ？今年15、6月15だから。来年2024年。来年度でさ、ん、まあ、とりあえずする、まあ、卒業だよね、間もなくね。そう。ってことですよね。うん、いや、だからさ、その、俺、やっぱまあ、年上ですよ、心くん、ね。年上だね。そしてやっぱ、心くんの卒業にやっぱ最高の桜を咲かしてやりてえなと思ってるわけですよ。も戻してくる桜今書いちゃったけど。大丈夫。準備しといてもらえる。あ、準備しとく。いや、やっぱ見ますか。ちょっと桜集合。桜。うん。お前ね、心くんの卒業式の時頼むよ。よろしくね。間に合わせてもらわないと困るよ。とびっきりのピンキーの桜。ピンキーでいいね。新鮮のプリプリの桜を咲かしてる。ちびちゃ荒れてる。泣きそう。桜。もう泣きそうだ。なんで泣いちゃうんだよ、お前が。いや、感動的でしょ。それを想像したら。うん。ということで、まぁ、あ、ちょっと来年。楽しみだなぁ。皆さん期待しておいてください。ということで、まぁ、あ、ちょっと、おい、桜、お前戻っていいぞ。うん、あ、じゃあ帰りそっち。帰り違えのか。トイレの方行っちゃった。入りと帰り違うの。違う、二つあるから。いやぁ、まぁ、あ、心くんはもう本当に、あのさ、俺ら結構細かく共演させてもらってるじゃん。そうね。狼少年とか面白かったな。そう、なんかね、嬉しいんですよ。どんどん成長してるしね。だからさ、なんかさ、多分初めて共演した時さ、心くんさ、カーテンでかくれんぼしてなかった。隠れてたね、なんかお母さんと、うん、その心くんがついにぬいぐるみとの添い寝を卒業したわけですよ。もう俺は感慨深い。これ次のぬいぐるみ何なんだろう。あ、ぬいぐるみがぬいぐるみに入れ替わる。そうだ、それまだ分かんないけどね。何をそんな笑ってんの、お前。ちなみにさ、ジェシーさ、そのちっちゃい頃何かと一緒に寝てるとかさ、なんかあるじゃん。これが、ま、あの、指をしゃぶるとかもあると思うんだけど、はいはいはい、なんかそういうのあったらこれないと、ね。俺タオルだね。青いタオル。が、をこう握んないと。カードっちょを、これで舐めて噛んで、うん、で鼻でスリスリしてた。あー、でも気持ち悪いなー。あー、そういうの、俺なんかね、俺もそういう感じだった。ちっちゃい、俺はハンドタオルぐらいのやつ。ちっちゃいやつを俺もにぎにぎして。にぎにぎしてた。したり、あとこの襟。襟を、お母さんの襟とかを、こうやってにぎにぎするの、うん。お母さんのね。こうやって。うん、で、添い寝しないと寝れなかった。へぇー。いつ卒業できたとか覚えてる？いつだろう。でも物心ついたとか、まあ、ある程度小学校定年、低学年の時ぐらいには卒業してた、うん。俺はどのぐらいだ、俺も小学校、小学生ぐらいだったかな、多分。卒業したかな、多分。
何なんだろうね、きっかけはね。いや恥ずかしいと思うのかね、分かんない、大人になって自立するのかな、分かんないけども。でも大人になってもまだね、そういうの好きな方はさ、一緒にそういうのしてる。あ、まあまあ全然いる。え、ね、今さ、ぬいぐるみとか家にあるな、あ、家、うん、あ、ソファーの上にはいるよ。それをさ、こう、まあ、なんか使うみたいなね、もう飾りかな。飾り。俺もね、ぬいぐるみ、唯一2個だけあんのよ。ヨシキティ。ああ。ヨシキさんからいただいた、あれだけは置いてるね。あ、そう。あ、そうそうそう、ぬいぐるみで言うとその2つだけかな。2つ、ヨシキティ2つ、うん、そう、だけ置いてあるかな、それだけ完全、それ以外はない。それなんか一緒にご飯食べたりしないの？さすがにお前、俺ヨシキティ座らしてお前一緒に食わないだろ。食べないの？食わないよ。いぶりごっこしないの？いぶりかっこみたいにいぶりごっこ、いぶりごっこ、ジュリがチーズでヨシキティ両サイズで挟んで、たこみたいに挟んで、うん、いぶりごっこ、いぶりごっこするで、ね、ちなみに、じゃあ俺ね、なんだっけ、ヨシキティ、あ、ヨシキティを俺神棚に置いてある。神棚に置いてんだ。そう。うわ、強そう。なんかさ、いただくじゃない、毎年お札を。はいはい。自分の名前の。うん。なんかさ、その、いつもはさ、こう、神社行ったりしてるけど。そうね、今行けてないから。コロナ禍で行けてなくて、うん、で、お札をいただいたりするんだけど、それを置いてる神棚みたいなのがあって、そこに、ヨシキティと、アンアンのさ、ああ、トロフィー覚えてる？覚えてるよ。金のパンダ。うん、パンダ。あれが置いてある。あ、置いてある。そう。いいね。なんかそういうちょっと縁起物っぽいものとか、ね、吉木さんからいただいたものは、そういうのは大切にした方がいいですよ。うん、あと吉木さんのワインも最初もらったやつ置いてた。お、置いて、まあ、記念だからと思って置いてたんだけど、気づいた3日ぐらいにもうガブ飲んじゃうよね。美味しいからガブガブ飲んじゃうんだよな。毎回送っていただきありがたいですよね。そういう飾り方をしてるけど、そういうねみたいなこともさすがに今はないかな。抱き枕も使わない。まあ辛かったら俺がいつでも行くよ。 お前でかすぎるんだよ。お前だからいいんだよ。抱き枕ここで音だよ。いつにも増してなんだけどさ、今日もなんか海賊みたいな笑い方してな。それはお前、俺の顔にヒゲがついてるから。なんかすげえんだよな。本当。カリブの海賊の最後の方に出てくるアトラクション。いやいや。ノリノリで、ノリノリで。いやいや、韓国ノリで、どうもどうも。はい、ということで、今夜も生放送ということで、ラジオ聴きの皆さんもメールで参加してください。リアクション、感想メールをお待ちしております。受付メールアドレスは、st@allnightnippon.com、st@allnightnippon.com、SixTONESの頭文字を取って ST となっています。同じ内容のメールは1通だけで大丈夫です。そして番組では Twitter アカウントもあります。アカウントは、@SixTONESATANNSAT。今のご愛嬌ということで許してください。ANNSAT。大卒中はハッシュタグソンズ ANN をつけてつぶやいてください。それではメールの通過を読みしますね。ラジオネーム、マーヤさんからです。マーヤ。え？リモート今日で最終回なんですか？やばい。全然追いついてない。ドームの劇場版ってレギュラーの内容を把握してないと楽しめないタイプの劇場版ですか？いやいや、それとも新規も楽しめるタイプのなんか世界線が違う系の劇場版ですか？後者だと助かります。皆さん、劇場版からでも全然楽しめるタイプです。ありがとうございます。安心してください。劇場版から入っていただいても、レギュラー放送でちゃんと終えますので、今続いてる物語は。で、劇場は別のストーリーになります。別のストーリーだからね。別の敵と戦うタイプの劇場版ですので、そう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 、皆さんご安心ください。そう。劇場版から入った人も楽しんでいただいて、そこからレギュラー放送に戻ることも可能です。うん。それだった時に、あ、劇場版とここが繋がってるんだと。そう、たまにありますから。ああ、思っていただけるものなのかな。楽しみます。ね、絶対楽しみます。ワンピースと一緒ですね。そうですね。皆さん、ワンピースと思って聞いていただければ。ワンピース、ワンピースです。うん、僕たちが来月お届けするのはワンピース。ワンピースです。はい。と思っていただければ。船に乗っていきましょう。続いてラジオネーム、ブブルさんからです。ブブル。今日がリモート最終回ということは、もしかして、放送終わりで DVD ボックス発売とプレゼントお知らせありますか？インセプザムービーに備えてがっつり復習しようと思います。そっか、それもありだね。はい。皆さん、最後まで聞いててください。クレジットの後に劇場版の予告も初公開します。素晴らしい。こう、クレジット流れて退席しちゃうと見れないやつです、ね。そうね。はい。うん、このインセプ、最後までインセプラジオはですね、うん、ちゃんとその、クレジットの後に何かがこう流れて次に繋がるっていうのは結構有名な、はい、はい。作品になりますから、うん。ラジオならではですからね。マーベルですね、ほぼ。はい、マーベルです。マーベルです、もうほぼ。マーベルです。なんで、そう、だから、ちゃんとクレジットの後まで見ていただければ、はい、え、あいつ登場するみたいな、ありますから。
教室でね。え、何十年ぶりっつって。教室で20年ぶりってどんな設定だ。コーチが？こうなりますから皆さんクレジットの後に、ぜひぜひお楽しみに。続いてラジオネームコッペピンポンパンさんからです。桜に劇を飛ばしてた田中もキモいし、その内容を全く覚えてない俺らもキモいし、そのエールを受けて東京がトップの開花宣言しちゃうのがキモいし、急にガチな雑学ぶち込むジェシーもキモいし、全員キモキモうん、あのね、このラジオ、ね、本当皆さん隅々まで聞かないと誰も覚えてないようなことをピックアップして、そうそうピックアップするからね、広げてそれをオープニングトームそれで持ち切りにしちゃうという変なラジオですので、うん、皆さん隅々までむしろあの俺らが盛り上がってる以外のところを聞き逃さないようにしていただきたい。答えはあるからヒントもある。そういうのが結構大事。大事ですよ。ジェシーなんてオープニング前にめちゃくちゃ頑張って携帯でなんか調べてるなと思ってた。そうですよ。珍しく喋んないなと思ってずっと携帯の画面ついたままオープニングトークしてて、いやあんまオープニングそんななんか乗ってこないなと思ってたの。じゃあクイズいい。めちゃくちゃ準備し、クイズ準備してたんだと思って。まだ あの、ありますから。まだあんのかよ。クイズあるよ。二つあるよ。クイズいくつ準備してたの。クイズあるだけいいですから。今一個ちょうだいよ。じゃあ。今一個ですか。いいですよ、はい。ちょっと待ってください。なんか、どういう、何についてのクイズなんちゃう。これはじゃあ、あの、さっき桜の話したから、はい、木の話。桜の木の話、うん、はい。ある日、太郎くんが桜の木の下で花子さんに告白したら断られてしまいました。ところが次の日に杉の木の下でもう一度告白したらなんと答えは OK。 一体どうして？もう謎謎じゃねえかそれ。謎のクイズで。クイズっていうからさ、樹齢は何年でしょうかとかさ、桜は何種類あるですよかとか、お前雑学よこせよお前。分かった。そんなことあるんだって言わせよお前。謎謎で、なんだろう、杉だから好きとか。おい、なんで謎謎やらせてんだよ。早く答えなさいよ。杉の木の下だったら成功したの？そう。なんだろうね。うわ、だからそれ杉が好きでみたいなこと？違います。おー、びっくりするな。みんなわかんのこれ？わかんないよ。ちょっと教えてよ。もう一回問題言う、うん、太郎くんが桜の木の下で花子さんに告白したら断られてしまいました。ところが次の日、杉の木の下でもう一度告白したらなんと答えは OK。 一体どうして？あ、ジェシー、ちょっと曲始まるわ。あ、答えは気が変わったから。聞いてください。僕リクエストの曲です。イマジンドラゴンズビリーバー。いいね。はい、ということでじゃあメールを読みますね。読んでください。はい、ラジオネームオロチマルさんからです。おー、いいねいいね。ファイナルブレイクなだけあって俺たちの欲しいのちゃんとくれんじゃん。さっきのジェシーのキークイズだいぶ深いとこ入ってるね。これはさすがに寝てるわ。出たよそのくだり。あ、深いとこ行ってますねこれ。来てる俺、しかも曲のイントロで、あ、気が変わったから。うん、完全に就寝してます。気が変わったから。はい、もうかなり深い層まで僕も入ってますね。入ってる。今日は入ってます。なぜなら昨日1公演やって今日2公演やっての、うん、3公演後なので、結構その深い層に入りがちなスケジュールの今日ラジオなので。あ、そうですか。俺全然いいですけど。いや、待って、だいぶ深いとこ行ってます。何よ、気が変わったから。セクトー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 セラジオネームのろしさんからです。すいません、先ほどの DVD ボックスの告知のくだり、メールを送った人はドラマの最終回あるあるとして送ってたのに、それを受けて2人はスムーズに映画のエンドクレジットあるあるに移行し、誰も気づかないまま次のメールに行きました。インセプションシーズン3ファイナルブレイク、行けるとこまで行きましょうや。いや、行こうね。今日行けるとこまで行こうよ。まあ、最終回だからね。もうさ、怖がるのやめよ。その今はその俺らに言ってんじゃなくて、そのスタッフさん、ひえおじ、うん、今までいろんな人のラジオを担当してきてるわけじゃない、俺らじゃなくて、すごい人たちのね、うん、でこんなラジオって怖いでしょ。こんな事故みたいなラジオってこれで大丈夫かって思うわけじゃない。やめよう一回それ。もう行けるとこまでみんなで一緒に行こうよ。もう謎いてるよ。みんなで一回行ってみよう。その何スタジオ全然ウケてないよ。だってウケることがね、全てじゃないから。いい、いいよ。俺はもう怖くない。何も怖くない、ね、うん。
うん、俺たちですから。入ってるんだもん。うん。言うけど、自分で言うけど。言うけどね、言うけど。体重何キロ？え、俺言うけど。言うけど。そうね、さっきね、雪の話したからね、雪が出てきた。助けて、もう止められないからよ。雪る。誰か助けてくれ。雪る。もうね、誰か起こしてくれ、俺と彼を。本当にお願い。もうね、深いところまで湧いちゃってます。今日は。早く読みなさい。ラジオネーム無念さんからです。っていうか心くんはこんなに着々と成長してるのにお前ら何も成長してねえじゃねえかよ。心くんを見習え。まあ心くんが若いからね。違う。からこそ俺らは頑張って成長しないといけないの、大人として。そっか、そろそろ動き出さないと。人生の先輩としては背中を見せていかないといけないわけだから、そうだね。ちょっと俺らもそうだ、今日はまあ行けるとこまでもちろん行きますけど、うん、最後の25時1時の段階ではなんか、はい、まあファイナルブレイクとは言ったもののなんだかんだこいつら頑張ってやってきたなって思わせたいね。そうね、あと1時間後ぐらいね、1時間後ぐらい、はいはいはい。続いてラジオネームデカドラさんからです。ジェシー、はい、いつにも増して笑い声と勢いでラジオをやり過ごそうとしてるけど疲れてるのバレバレだぞ。もうそんなならお前も桜と一緒に戻っていいぞ。もうリタイアありにしない。リタイアはしないから。じゃあなんかあれジェシーはしなくてもいいんだけど、うん、リタイアを、うん、作るってこと。制度として。それは何？ジュリーはいるの？いない。いや俺もあり。どうするの？二人とも行っちゃったら。曲流す、ずっとずっと曲流すラジオでもいいと思う。リタイア制度を採用しません？うん、まあ俺はしないけど。いやなんかいくらさ俺らもアイドルとかさこれを仕事としてる人とはやっぱ限界はあるわけじゃん。壊れちゃったら、まあ、限界って言葉はあるからね。からだって寝ながら喋ってんだよ。逆にすごいんだよねそれが。そうめちゃくちゃすごいだから寝ながらし皆さんラジオできますかってこと。そう思うとめちゃくちゃすごいことしてるよね俺ら。誰もできないよこんなこと。そうだからめちゃくちゃすごいラジオをお届けしてるんだ、うん、無理してできることは無理じゃないから。え、無理してできることは無理じゃないから、うん、え、なんで急に深いこと言おうとしてるの。いや深い話さっきしてたから。そんな深い話って違う、夢の層の深いところに入った話で。あれなんだけど深い話をしようとしちゃってるから、うん、深い話。続いてラジオネームロイドさんからです。ジェシー、番組最後にもう一回聞くから雑学用意しときな。戻っていいぞ。それまで考えとくの。ちゃんと雑学用意し調べて用意しといてください。はい。なんかその謎謎じゃないやつね。謎謎は一個あるよ。でもう一個雑学ある。雑学あるよ。雑学ある。笑い方がすごい。あるあるある。雑学があるんですね。雑学ある。ガッツもあるし。いいね。もうやばい状態になりそうなんで、もういきますいきます。もうちょっと次用意してたやついきます。もうこれ以上伸ばすとやばそうだからね。あ、はい、じゃあ、曲を解禁したいと思います。シンプル。あのね、4月12日に皆さんもう知ってくれてると思うんですけど、まあはい、もう1ヶ月切りましたね。4月12日にリリースされる9枚目シングル暴れろのね、あのカップリングをちょっとここで解禁したいなと思います。まあ、ストーンズはねこれまで解禁曲をねこう事前告知せず全員が油断してるタイミングで急に解禁するっていうその奇襲スタイルを採用してきたわけです。してたね。はい、なんですけどもその我々のね解禁のタイミング、まあ、ではほぼあれです。怖い話の、うん、お前は一緒の状況だったんですよ今まで。突然だからだったんですけども、はい、この暴れろの時今回が初めて、うん、事前に言うっていうスタイルをちょっと採用しまして、ね、事前に言ってちゃんと曲売りをして解禁するって、まあ、絶対これが一番いいんですよ、まあ、これは普通ですから、ね、これがね普通というかもうめちゃくちゃいい。これがいい、ね、一番いいんだけども、はい、ただ奇襲スタイルも捨てがたいじゃないやっぱ。そうね、急に流すのかっこいいから、うん、楽しいしドキドキするし、そうそう。でね、まあ、その結果、はい、どうしようどうしようってなった時に、まあ、事前告知なしで生放送でちょっとだけ前振りして解禁するという平和な折衷案に落ち着きました。おもう間を取ってみたいな、いいとこ取って。匿名は暴れろですけどね、うん、もう平和なやつでいこう。平和でいくか。まあ、これまでね、まあ、そのこの前振りもなく解禁してたと思うと思う、うん、怖いじゃない。まあまあまあ、すごいことしてるじゃん、うん、まあ、だから、まあ、今回はここで解禁しようってことが言いまして、まあ、解禁曲のお時間ということで、お時間やってまいりました。まあありますよね、カップリングで言うとドライブ、ハロー、ハロー、水星の空、水星の空ありますけども、うん、何を流しましょうか。ジェシーどれにしようかね、これ。うーん、何がいいかね。まあドライブとかはね CM ソングになったりしてるし、うん、3曲だっけ。3曲、3曲、うん、ですよ、うん、
どうします？これ、まあ、もう決まってるんでね。え、これ何言ってますか。もう決まってるんでね。まあ、今の部分はめちゃめちゃ茶番なんですけども、普通にもう流しましょう。はい、じゃあ流した。じゃあここで一曲聴いてください。ストーンズで。水星の空。お送りしたのはストーンズで、水星の空でした。ということで、この水星の空はですね、まあ、CD の、まあ、その、品番で言うと66番に入ってまして、はい、まあ、縁起がいいじゃない。いいですね、もう、これね、本当に、全部がたまたまというか、偶然であり奇跡のように全部重なってできたんですけども、うん、ううでもなんか運命の楽曲なんですよ。で、まあ、初回版 B の方に収録されるという、まあ、エモい楽曲になってるんですけども、いいね、まあ、感じで言うとデビューシングルのそのイミテーションレインのさ、カップリングのニューワールドとか、はいはいはい、俺らが最初にもらったこの星の光にちょっと近いエモさがあるというか、うん、そうね、うん、これまでとこれからのストーンについて歌った楽曲なんですけども、うん、まあ、あの、ちゃんとぜ、まあ、なんか、ザ・アイドルというか、うん、アイドルでもなんかバンロックスタイルでもあるし、ロックサウンドもちょっとあって、うんうん、で歌詞がねすごくエモい、うんうん、まあ何言って、まあね、あのみんなが気づいてくれればいいと思うんだけど、なんかちょっとエモい歌詞が入ってたりだとかもしてますし、気持ち具体力、うん、これは相当みんなも好きなんじゃないかな。難しいわけで、いろんなねおしゃれな楽曲歌いますけど、やっぱ僕らもちゃんとジャニーズのアイドルですから、もちろんそうです、うん、そういうことをちゃんと意思表示して、それをちゃんとストーンについて歌うといういいね、うん、さっきの下りの話からの楽曲のギャップがいいよね。ギャップがいい、ちゃんと曲についてはちゃんとすべてやっぱ魂注いで命かけてますから、うん、音楽は裏切りませんから、だからね、もうあのみんなに響いてくれれば嬉しいなと思っても、うん、まあ、それ以外にもね、この間 YouTube にダイジェストで上がったんですよね、はい、ドライブとかハロとか、うん、あとそう、さっき言い忘れたパロディもあったね。パロディあります。そうそう、それぞれあって、そう、まあ、他の楽曲も気になる人は YouTube の方見てもらったりとか、ぜひぜひ、多分視聴もできるのかな、もう、っていうなってんのかな、うん、なんかそういうのも聞いてもらえればいいと思うんですけども、これはまあそういったエモさがあって、なんかちょっとうるっと くるような。そうね、だからニューワールドもいいけど、その大人、になったストーンズがこの水星の空で表現されてんじゃないかな。なんかこううるっともさ、こうしんみりするんじゃなくて、こう爽やかになるような、うん、笑いながら投げる感じがするので、ちょっと決意表明のようなものになってますし、はい、うん、なんかこのタイミングだからこそすごく奇跡的な楽曲で、66番も66いいですね。でなんかまあちゃんと本当にあのこれを聴いてくれる人みんなに届けられる、うん、僕たちのメッセージがという意味で、うん、と思いますし、まあ、あの他にもね、いろんなレパートリーの楽曲、まあ、もちろん暴れろもそうですし、はい、うん、素晴らしい楽曲揃ってますので、まあ、こちらのね曲が収録されているのは初回版 B ということでございますけども、まあ、ストーンズ9枚目シングル暴れろが、まあ、改めて4月12日にリリースされますので、まあ、これはあの俺らがさ、この本当今までストーンズに関わったことある人、興味を持ってくれた人全部にターゲットを、うん、そうね、誰ってわけじゃなくて、暴れろはもう本当昔からのとか、まあ、そう、俺らの激しいところ、ライブの一面が好きなところとか、あとは逆にもうジャニーズとして好きになってくれた人向けて水星の空作ったり、全員そうで、ハローとかドライブとかちょっとおしゃれな洋楽ライクなやつ でパロディはちょっとこうボカロ調、そうね、今風なテイストも感じですし、もう本当それぞれが好きになるあのテイストの曲がいろいろ揃ってますので、あの皆さんぜひもう4月12日もう1ヶ月切ってますから、予約して一緒にこのタイミングでね、僕たちは最高のスタートを切れたらなと思いますので、ぜひあの注目して応援してくださればなと思います。お願いします。そしてね、今週14日に、まあ、さっき言ったやつか、ダイジェストがね、うん、ありまして、まあ、さっきも言いましたけど、ドライブも CM のテーマソングになってますので、で、あ、視聴もやっぱ解禁してますね。してるね。なのでぜひチェックしてみてもらえればなと思います。はいはい、あと公式 TikTok の方にも、あばれろの音源解禁されたりとかして、ね、僕たちも動画上げてますから、踊ってますけどね。皆さん見ていただければなと思います。で、その他最新情報などもね、その公式ホームページをご覧いただければなと思います。そして Twitter の方のフォローもよろしくお願いいたします。ますということで、企業トークいきますか。企業トークというかフリートークですか。フリートークね。うん、なんですけども、まあ、まあ、せっかくならそうだ ね、ライブの話したいね。ツアーしてますから。一応まあその、まあ、感性の法則っていうライブツアーを今やってるんですけども、はい、それが追加公演という形で4月にドーム、京セラドーム、東京ドームが決まりまして、それは一応感性の法則インドームという形でして、はい、まあ、アリーナのツアーで言いますと、この北海道が場所でとラスト。そうの場所になりますから、広島、福岡、愛知、宮城で北海道ね、ちょっとね、振り返ってもいいんじゃないかなということで、振り返りましょう。振り返ってみたら、じゃあその物理的に振り返んなくていいんだよ、壁で、後ろ棚と壁しかないから、すいませんね、広島、ま、最初で言うと横割りか、横割りが、まあ、また年始早々やらせていただきまして、うん、そこから始まって
って。早いよ、もう。もう、明日で終わりだよ。毎月買ったから、今日だけど。公演で終わって、まあ、ドームはドームでありますけども、はい、うん、もう終わっちゃいますから、はい、今回のツアーどうですか、まあ、もう一番大きいところで言うと声出しが大きい。声だから それがやっぱ一番でかいんじゃない、うん、だからそれでスピードがなんか速く感じられるもんね。そうだね。なんか今回はなんかみんなすごく体感としてさ、セトリ、セットリストと言われるその曲 その構成がすごくなんかうまくできたねみたいな。そう、気持ちがいいね、うん。去年とかって俺ら、本番の前日、本番の10時間前ぐらいまで変更してたんだよ。してたね。通して、やっぱり違う違うっつって、夜中までずっと打ち合わせして変更してたじゃない。うん、なので今年はもう決めてリハで、まあ、ちょっと前後したりしたけど、それだけでもうほとんど変わんなかったんだよね。変わんなかった。そんぐらいなんか初めからしっくりくるものが作れて、でそこにさらにまあ声出しこのまま行けば解禁できるねっていう中でやって、そうそうそう、まあ、そのまま解禁で今北海道最終日まで来れまして、うん、まあ、皆さんのおかげでね、皆さんがいただけるね、いろいろ注意してくださったおかげで、うん、まあ当初は横浜アリーナ声のボリュームが、まあそうだそうだとかいろいろありましたけど、そういうのも皆さんが守っていただいたおかげで最終日まで無事声出しが OK な状態で迎えられまして、このままどうもいけるんじゃないかという、いや行っちゃいたいね。で今だからまあマスクさえしていればということですけども、ね、歌ったりとかもさ、そう久々でこの星の光をみんなでさ、おきさびを歌うの本当気持ちよくて、もともとそれは普通だったんだけど、アンコールもそうだし、うん、なんかね、アイドルだって思い出した、そう感じがした。なんかオープニング一人ずつ顔抜かれる時もさ、みんな楽しんでくれるからさ、そうそう気持ちいい、ああこれこれみたいな、なんかそのあれ本当なんかね、声を聞いて、あ俺って人気なんだなってやっぱ思いましたね。やっぱ今までね、そのこんだけ地下のラジオでおじいさんたちとラジオやってましたから、うん、ほぼ無音だね。なんかね、だんだんこのおかしくなってきて自分の感覚が、うん、俺ってこれ全然人気ないのかなみたいな、まあ、特にね、分かんなくなっちゃう。コロナ禍だから、でもみんなの声も聞けなかったから。それがなんか当たり前のライブになっちゃった。はいはいはい。その中での今年だったんで、もう気持ちよくて、うわ、俺やっぱ人気だわと思って。ね。4人のファンから、うわーって言われてたよね。少な。いや、ありがたいよ。4人でもありがたい。1人でもありがたいんだけど、もうちょっといるよ。もうちょっといる。うん、いやいや、もっと増やしていきましょう。いや、嬉しいですね、でもね。でさ、まあ、場所で言うと、アリーナで言うと、だからドームも控えてたりとか、いろいろあって。でちょっと場所を回れるとこ去年より少なかったりしたじゃない、公演数も、うん、だけどまあだからそのなかなか当たらなかった人も結構多かったみたいで、まあそういうことになるよね。そうまあでも俺らとしては嬉しいことだし、いやそうよ、もうたくさんの人が見に来たいって言ってくれる、それがね公演数とかそれこそ次公演のドームにつながる理由にももちろんなったし、ありがたいことじゃない。そうなっていくんだ。で今回のドームもね結構応募いただいて、ちゃんと今のところちゃんと席が埋まるんじゃないかという予想はされてるんですよ、ね、大丈夫ね。まだ無理だったら俺は友達呼ぶし、もちろん落ちちゃダメなんだけどまだね、うん、でこのまま行けばもしかしたら、ね、来年もドームできるかなとか、そういうことにもなって、ね、今年うまくいけばね、うん、できるかなとか、ね、もしかしたらドームツアーになるかもしれない、ね、そしたらもっとリアルタイムで大勢の人と一緒に歌って踊ってって今日リアルタイムで共有できて、すごい、 で入れなかったし、今年入れなかった人も来れたりするし、うん、だからまあ大事じゃない、このアリーナからのドームが一番大事なタイミングです。すごくいいよねこの階段というか踏み方、ストーンズは。ありがたいよ。一気にバーンというよりはさ、シアタークリエから始まりさ、そうよ、ちょっとずつ会場も大きくなって、あとあれじゃない、まあ、声出し OK になって、まあ、今で言うとさ、世の中的にはこうマスクもまあそれぞれの場所によってルールはあるんだけども、うん、一応そのマスク着用がねちょっと緩くなったりしてきた中で、まあ、じゃあそろそろ飯行けるんじゃないかってことでちょいちょい外食行ったりとか、はい、行きましたね。まあ、って言っても2回か、うん、まあでもそれでも行ってる方でしょ。結構その土地でそれぞれの場所地方で美味しいものもいただいてまして、いただいてますよ。広島は俺らが大好きなさ、毎年恒例の広島つけ麺いただいたじゃない。1ヶ月とか隠したよね。みんなでさ広島つけ麺出てくるべとか話してて楽しみにしてる中で、慎太郎がなんかすげえ楽しみにしてたんだよね。そうそうそう、だからいやどうだろうねとか言ってさ、慎太郎のつけ麺全部隠したんだよね。隠してじゃあつけ麺自体全部隠した、全部隠して慎太郎つけ麺なかったわっていう、なんかちょっといたずらしたり、慎太郎悲しそうな顔してね、で振り返ったらつけ麺置いてあって、ほんじゃつけ麺ロッカーの上にみんなで食べたりとかあとは、まあ、次は福岡、福岡、福岡はもつ鍋をさ、ケータリングで入れていただいたんですよ。素晴らしかったねあれも。だからまあその時は外食行ってなくて、でその福岡にもつ鍋のもつ鍋食べてってスタッフさんに言って、そしたらまあじゃあ入れますと言ってくれて、そのケータリング、いわゆる
食事をできる会場の、その休憩スペースみたいなとこに鍋でも持ってきていただいてね。醤油と味噌を用意していただいて。締めのね、麺も。麺も、ちゃんぽん麺もいただいて。締麺。で、締麺ね、そう、締麺もいただきまして。もう福岡も満喫しましたよ。して次が愛知。愛知。愛知はひつまぶしいただいたから。美味しかった。やっと俺だって去年さ、ターザンの表紙がさ、迫ってたから、俺はね、みんなのうまそうな顔見ながらサラダとチキン食べてた。そうだ、ひつまぶし食わないで我慢してたの。そうだよ、本当。今年食えたわけだ。本当、暇つぶしでしたよ。ひつまぶしね。ひつまぶしね、はい。マネージャーだけめちゃくちゃ受けてるの、暇つぶし。マネージャーが一番インセプション入ってる。そう、ひつまぶしいただいて。美味しいものいただきました。美味しかった。であれか、福岡で飯行ったのか。あ、そうそうそう、福岡で水炊き食いに行ったんだよ。水炊き6人でとね、青ソニだよ。青ソニ とマネージャーと、それこそそこにいるマネージャーも、そう行ったよね、一緒にね、うん、でその青ソニ、実はね、俺らこんだけ青ソニって言ってめちゃくちゃ仲いいんだよ、青ソニとね。で、まあ、青ソニに限らず、帽子ソニとかさ、メガネソニとか、エラソニとかさ、みんな会ってるね、うん、ミスター M、ソニーのミスター M とかさ、うん、そのそうか、青ソニの説明をしないとダメだな、まず。そのソニーのスタッフさん、うん、うん、ちょっと。青いチェックシャツ、青いシャツ、いつも青いチェックシャツを着てるから、青ソニーって俺ら呼んでたんだけども、ソニーのスタッフさん、俺らの担当してくださってる。うん、そういう、チームソニー、いわゆる。チームソニー。僕らのレコード会社のソニーのスタッフさんと、飯に行けたわけよ。行けた行けた、ね。今までに実は行けてなくて、あの、デビュー前後っていうのはもう本当に寝る暇ないぐらい忙しかったから、うん、飯はもちろん行く暇なくて。でちょっと数ヶ月したらそれこそコロナ禍になっちゃって行けなくて、で行こう行こうって話してて、福岡でソニーがさ、確かさ、楽屋来たら覚えてる、楽屋来て、福岡じゃなくてどっかの地方で楽屋来て、うん、すいません皆さん、あのいいですかって言われて、うん、あどうしたのみたいな話みたいな、そしたらそろそろ僕と飯行きませんかって言ってで、あ行こう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 ってなって、何が食いたいって言われて、あ何でもいいよ、でも明日もつ鍋来るからそれ以外ならって言って水炊きを手配してくれて、はいね、みんなで行ってだ、ね、うん、ご飯食べて、まあちょっと今後の音楽のお話とかだ、ね、今後どういう風にね、音楽をやっていきたいかとか、なんかいろいろ方向性の話を結構そこで真面目に結構いろいろ話したんだよね、深く話したりとか、こういうアーティストとやってみたいとか、いろんな要望をしていただいたりしてっていうのが福岡であったわけですよ。 それこそ俺福岡にあのタカちゃん市川猿之助さんの歌舞伎を見に行かせていただいて、あ行ってた、でご飯どうしますかみたいな、あ俺が予約取ってるお店あるからって行ったら、ちょうど同じ店だったんです、ストーンズと行ったら水炊きで、そう青さみたいな、青さにさ猿之助さんと同じとこ手配したん、やるじゃん、びっくりしたよ、あらここだと、めちゃくちゃ美味しかったもんね、美味しかった、ね、いやありがたかったですよ。でまあ宮城、そう宮城、まあまあいつも通り牛タンもいただきまして、牛タン美味しかった、ね、あとあれですよね、俺らいつもいただくずんだシェイク、はい、もいただきまして、シェイクシェイク、ちゃんとその年の美味しいものもいただいて、で今回北海道、北海道が昨日だよね、ご飯行ったの、あ昨日そう、昨日ね6人で飯行ったんですよ、そうそうそう、それをねなんと、まあ北斗が手配してくれたんですよ、ね、ありがたいね、いいお店でしたね、北斗がその北海道の出身のそのお知り合いの、うん、うん、お仕事でご一緒させていただいている方に手配していただいたお店を招待してくれて、うまかった、めちゃくちゃ美味しいもの、お刺身とかさ、卵、うん、ザンギとかさ、ザンギなんかね、いろいろいただいて、そう、うん、カニとかも、もう本当美味しいもの全部いただいて、満喫させていただいて、今日も寿司食ったしね。食べたね。うん、味噌ラーメン食ったりとかも、ね、一個目二個目の間食ったりして、もう本当に結構今までデビューした後のツアーで言うと一番満喫できてんじゃん。一番満喫できてね。ねえ、なかなかやっぱ、うん、外に全く出れない、ね。外食がね、一つ大きいよね。あれだったから、もうなんか、まあもちろんツアーは毎年楽しいし、うん、毎年どれも違ってどれもいいんだけども、そのツアーと関係ないところで言うと今年が一番なんか、思い出というか、みんなでいろいろそういう風にできたなっていう、ね、印象はあるかな、いい、年々やっぱね、うん、うん、でまああとはあれか、だからそのツアーの良さみたいなことなんだけどさ、うん、あのチェシー分かるか、慎太郎めちゃくちゃおもろくない、慎太郎、うん、慎太郎常に面白いけど、何、いやそのさ、うん、これ横浜アリーナしか入ってない人とか、あ、うん、明日入るからネタバレしないでって人も中にはいんのかな、分かんない、まあまあ、あ、まあ、その人はちょっとね、うん、ちょっと一瞬耳を、うん、であの見た人は分かると思うんだけど、慎太郎のオープニングの僕たちの衣装が結構私服っぽい衣装なんですよ、そうバラバラなんですよ、ね、で
なんか慎太郎がさ、うん、ある日突然めちゃくちゃラフな格好で出てきたじゃん。あ、出てきたね。なんかね、衣装を作る時に焦ったよ俺は。どういう服着たいですかみたいな時に衣装焦ったね。慎太郎がめちゃくちゃその時クリス・ブラウンのライブ映像なんか見てたらしくて、はいはいはい、俺はクリス・ブラウンと同じ格好をしたいって言い始めて、海外のアーティスト、ね、俺は白い無地の T シャツだけでステージに立ちたいんだ、それでニット帽をかぶってみたいに言い出して、うん、いやそれはちょっと俺らみんな装飾つけるしステージ映えしないからなんか、まあ、オープニングは特にねギラギラしないとみたいなって言ってて、あ、分かった。じゃあ、まあ、でも白の T シャツは着たい。その上にあやった革ジャンかなんか装飾がついたの着てたんだけど、はいはい、うん、広島の最終公演あたりで急に俺今日本気出すわって言い始めて、そう、ね、で最初から出せよみたいな、そうみんな突っ込んでたらお前最初からやれよみたいな言って、うん、そうじゃないからみたいな、なんか言ってておい何言ってんだろうと思って、まあ、みんなで本番前気合い入れ、まあ、なんかハイタッチみたいなことをして、本番それぞれ6人別々の場所から登場する、今回初めてだね、上から、うん、でこうその時はもういつもの服ですよ、革ジャン着て。そうね。で、離れて上から、まあ曲で言うと、ボイスって言ってね。おばあちゃんで、I can be って言って、上から降りてきたら、白の半袖 T シャツにニット帽をかぶって出てきやがってさ。俺その時まだ全然見てなかったもん。え、どこで気づいたの？ウェイブズクラッシュで、センターに集合していく時に、えって別に一瞬、えっつって。全部脱いで半袖で出てきてさ。うん、あれ俺めちゃくちゃ面白い。俺焦ったもん。そうだから、うん、なんかその多分やりたかったんだろうね。それをね。あ、まあなんかストーンズだから許されました。そうそう、全然あり。俺も最終的に見て やっぱかっこいいからあり、うん、だったんだけど、なんかいいんだよ、こいつめちゃくちゃやりたかったんだなと思ったら、なんか最初の時めちゃくちゃ面白くなっちゃってさ。今はもうほぼ全公演あいつ半袖 T シャツとニット帽でやってんだけどさ。ね、いいよね。そうやってさ作られていくからキャラクターは。そうそう、全然俺ねかっこいいし、いいと思う。今はね。見慣れない時はもうめちゃくちゃ面白くて、ね、びっくりした。俺もなんかあれ俺も着てないんじゃないかと思って俺もミスっちゃって、俺も知ってじゃないかみたいな不安になるよ、うん、あ、そうだからね、なんかそういうちょっとツアーあるといろいろ挑戦できたりとか、そうそうそう、自分の中でいろいろチャレンジもできるから、うん、偉い人がいないからね昨日さ言ってたの覚えてる、ね、あの K さんが、うん、事務所の偉い人がさ、うん、見に来てたじゃん、来てた、でなんかあの地方公演なんかみんな、 なんか東京で見たのきっとまた印象違うねって言ったらチーフが小さい声で好き勝手やってるからじゃないですかいいんだよ、うん、俺たちのライブなんだから、うん、そうだよな、そう、あ、迷惑かけてないもん、かけてないよ、俺らがそれでダメだったら、だから俺たちが一切すればいいんだから、そう、そう、俺ダメだったら俺らが良くないねって言われるだけだもんな、そう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 、あ、そうそうそう、で俺らが精進すればいいだけなんですよ、そうそう、まあでもまあだからそのそれぞれの都市でさ、それなんか良さがどんどん出てるね、なんか変わっていくなっていうかさ、うん、アリーナとかはさもう作ったものの緊張感もあって、そうそう、最初はね、それすごく緊張感がある、あの感じもいいし、うん、お客さんも多分ネタバレとかも一切知らないし、うん、なんならアルバムの曲もまだ聞き込めてない段階だならではの面白さがあって、そうそうそう、ね、で慣れていくとこう馴染んだ曲を楽しむお客さんも、あ、ここはこうやってアレンジしてるんだとかね、そうそう、でその中で俺らもちょっと慣れてきて違うことしてる、そうね、ひげも生えてくるし、うんうん、それもチャレンジだよ ね、チャレンジですよ、いろんなことできますから、うん、いろんな面を見せていけない、やっぱツアーって長いといいよねと思いますよね、そうね、だからよくなんかもう一年中やってたいなとか言うじゃん、話してるね、まあ、もちろんそれもできるけど、そしたらまあ個人事ができなかったりとか、いろいろ、ね、まあそれも挑戦だよね、いずれ、いずれやりたいね、ね、うん、話してんのよマジで、俺ら1年間ずっとツアーやることって不可能ですか、どっかしら回るみたいな言ったよね、事務所にも、うん、慎太郎も12球団球場でやりたいみたいな、12球団の野球プロ野球のチームの全球場でやりたいみたいな、うん、いや別にその12球団の球場に限る必要あるみたいな俺別にじゃなくてもいいじゃんみたいな、まあでもそういうなんかね、いろいろ面白いことはいろいろオーダーしたりしてますから、うん、まあいずれできたらいいですよ、でやっぱ、うん、こうやっぱツアーライブっていいなって思うよね、まあ俺たちが出るよね、うん、し、まあ、お客さんがやっぱ楽しそうなのも伝わるしさ、うん、まあ全員入れてないのももちろん分かるんだけども、そう、ね、うん、発散の場所で、うん、そういった人たちのためにもやっぱ毎ツアー成功させて次につなげて、そういう人たちも入れるようなツアーをどんどん作っていかないといけないという、なんかその精進しなきゃみたいな気持ちも、一番格好つけられるしね、あ、やっぱねあ、本当にね、多分ね、リスナーとかでさ、たまにいるのよ、うん、あのリトルストーンだよみたいな男の人とか、ああ、うん、今最近多いよね、い結構いてさ、うん、多分ビビっちゃってると思うんだよ、絶対ビビってるよ、うん、俺めちゃくちゃかっけえじゃんね、今見えてか結構いて、俺それも結構嬉しいのよ、普段のアイドルの俺らを
からじゃなくてラジオから入った人も来てくれる、ね、だからやっぱそういうところからライブの規模って大きくなっていくから、うん、だからまだ来れてない人はぜひね、まあ、もちろんいろいろありますけど、まあ、来てほしいねってこともありますから、まあだからとりあえずあの次4月ドーム来るって知る人たちもいますから、まあね、とりあえずドームで会おうや、ドームで会おうや、もちろんねこの先もドームどんどん大きくしてみんなが入れるライブをできるようにしますから、うん、とりあえずみんなこの先は、ま、今回うまくいったらの話ですけど、そうね、うん、いずれドームで会おうやって言っておきましょう、みんなドームで会おうや、みんなドームで待っててくれ。はい、それではじゃあ、メールを読みしますね。おい、まずはラジオネーム第二もやしさんからです。もやし、ツアー振り返るって言いながらほぼ飯の話しかしてないの草いいじゃない、いいじゃないの、それも楽しましていいじゃないの、難しいなそれ。いやまあもちろんツアーの話はその、まあ、話せないこともありますから、まあね、まだ来れてない人もいますから、そう、あと一応ねその追加公演ですから、ドームも、うん、あのその全部ね、まるっきり180度変えるわけじゃないから、そうそうそう、うん、ドームに楽しみに取っといてる人もいますか、うん、それは堪忍してや、そんなこと言わないでよ、ね、でもいいじゃない、そのそれぞれの地方を楽しめた今回のツアーがなんかすごく思い出あるのよ、俺たちが幸せだったらそれでいいじゃない、そんなみんな寛容かね、はい、じゃあ続いていきますね。ラジオネームメーカーウルフさんからです。田中、お前地下ラジオとか人気ないとか寂しいこと言うなよ、お前らは俺たち地下のリスナーの希望の星なんだよ、一度も会ったことないのにこんな舐めた態度で接することができるアイドル他にいねえんだよ俺たちずっと足引っ張り続けるからずっと相手してくれよ足引っ張んなよお前ら、応援してくれよな、頼むよ、でもすごいよねマジで、だって俺ってさ、ね、俺ってさ、うん、大人気スーパーアイドルソンズ田中樹なわけじゃん、まあ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 、はい、なのにさ、うん、これ地下のリスナーたちがさ、ああ俺に「おい田中」って言ってんだよ、うん、お前らマジで俺やったらビビっちゃうんじゃないかもしかしたら会場にいたかもしれないしね、今日だからね、もしかしたら会場に来ない方がいい可能性もある、あそうね、うん、メールが話せない、メールが丁寧になっちゃう、うん、うん、そんな気がしますよ、おいだから「おい田中すくん」とかなってからくんをなんとなくつけ始めて田中様ってなるんだろうねだんだんね、うん、いやでもいやもういいそれはね、別だからそれは、このあれとこっちと、俺はこのラジオはもう別人格です、ああ二重人格、友達と言ってもらって、友達と思ってもらって全然、まあいいだろうね、二重人格なのかな、デュアルパーソナリティね、なんでデュアルパーソナリティ、あ、二つの人格みたいな意味ね、あ、そうですね、いえ、まあでもちょあごめん、ちょっと一個だけ訂正させて、いや友達ではないわ、友達じゃない、うん、ごめん、お前らと友達ではない、おう、うん、なんかさっきあんな感じでちょっといい話のあったとか言っちゃったけど、普通に普通にそのどういう関係性なの、え、関係とかない、普通に圧倒的差があるお前らと俺らとではちょっと申し訳ない、よく考えたら、うん、雲泥の差があります、差があるんだ、うん、普通になんか、あ、なんか敬語とか使ってほしい、なんかためにちょおかしいな、でも本当来てほしいよね一人ぐらい、なぜならね私はスーパーアイドルなので、分かったよ、圧倒的差が言わなくても分かってる、あなたたちは地下のリスナー、僕は圧倒的スーパースター、言われるぞお前、あなたもスーパーアイドルですよ、ね、いや俺はいえ、あなたスーパーアイドルですよね、いや俺はまだ、あなたストーンズのスーパーアイドルですよね、あそうですか、はい、なんで、はい、あなたもこのリスナーと圧倒的な差があります、あ差があるんだ、はい、なんでね認めなさい、あなたはスーパーアイドル、いや俺みんなのこと尊敬するじゃあ続いてラジオネームプータンさんからです。普段我々のような雑魚たちに腰抜かすほど舐められている6人が大きな会場でたくさんの人から声援を浴び元気を与えている、そんなスターを我々はラジオでコケにしすがりつき、こっちに降りてこいと手招きをし、そんなことに興奮する、全てがうまくいっている、ストーンズはファンと同時に我々のことも救っているのだよいるのだよ、いるだわよあ、そう、あれそうよね、本当にそうだよと思うよ、お前らさ、俺らのことラジオでコケにしてさ、来月ドーム立っちゃうんだよ6人でとんでもないことだから、ね、だからまあまあまあ、もうちょっと落ち着こうよ、ね、お前ずるいってずっといやお前、お前だけ落ち着こうよ、こっち来いよお前、いや俺いいよ、いいよ一人でいいよ、ただね、まあちょっとね怖いと思うのはやっぱね、京セラドームの後、来月ラジオやるじゃない、うん、やるね、うん、その後ってそれって今ドームに立つ前の俺なの、はい、ドームに立った俺を舐めれるかなと思うんだよね、あみんなリスナー、そうこの感じで来れなくなっちゃうと思うんだよね、聞きたい、ね、ドームに立った俺を舐めれる、お前ら楽しみだな、
どんどん舐めてほしいけどね、もう。お前もそう思うだろ、ジェシー。いやー、俺はちょっと。お前もそう思うだろ？いやいや、認めなさい。いや、いいです。お前はずるいんだよ、ずるくないんですよ。なあ、お前、お前もそうだよな。いや、誰ですか。お前だけずーっとみんなの人気者なんだよ、お前。いいやつだから。優しさしかないから。言っちゃってるから、それ。何、何、何。それは認めちゃうんだ。いや、俺はそんなことないよって。いやいや、優しさしかない。優しさしかないですか。ちょっと、じゃあ、これ、いきますか。もう、もう、行きましょうか。はい、OK。ジェシー、これやるの久々かな。久々。じゃあ、いきます。いつものコーナーに参りましょう。We are Stone!僕たちストーンズが常に掲げている言葉 We are Stones。 僕たちだけでなく関わる人みんなでストーンズです。このコーナーでは我こそはストーンズだと自負したリスナーから自分のイケてる認証を送ってきてもらっています。早速紹介していきましょう。いや、この間やったよ俺多分。あ、やった、うん、まず最初のストーンズはこちら、ラジオネームくれないさんからです。おい、電車で席を譲るとき、つまらない席ですがと言って譲る。 We are Stones。 盛り上げて。全部、そんな謙遜しなくていいの。全部平等の席だから。つまらない席ですか、どうぞ。違う、あと、あなたのものでもないし、それで言うと。そのさ、電車の席とかがさ、うん、お金で買えるようになったらいけるよね。新幹線みたいなこと？いや、あ、じゃあ、オークションってこと？いや、なんかもう家みたいに。家賃、家賃みたいに。家賃収入。もう毎朝7時に俺この電車ここ座りますって言って、毎月何万か払うみたいな。そう。いや、いや、そうだったらさ、それこそさ、差が出ちゃうじゃん。やばいよね。平等だからいいけどね。うんうん、じゃ続いて、じゃジェシーに読んでもらいます。ああ。じゃあ続いてのストーンズお願いします。はい。はいはいはい、はい。読めます？ラジオネーム、ハレンチなレンチン。はい。フリマアプリで喧嘩を出品する。We are Stones! 喧嘩売るって言うからね。喧嘩売るって言うやつで。いいね、いくらだよ。いや、わかんない。100、わかんない。5万とかで出しといて、すいません、こちら3万5000円で交渉できないですからね。あ、じゃあぜひ面白い、売らせていただきます。じゃあ買いますって言って、そっからじゃあ届いてよ。おおやべえ、スイッチ入んないだろ、そんなの。切るな、これいいね、これいい。喧嘩売るっていう言葉で買うんでしょうね。これいいですよ。はい、じゃあ続いていきますか。ちょっと待ってくださいね。続いてが、ちょっと待って、まだ届いてない。うん、聞いてないですね。ちょっと電波の問題ですか、ね、電波ですね。うん、電波の問題で更新されてないかな、もしかしたら。続いてはね、はい、届いてないかもしれない。電波がないからね。大きくそれ、あらり。いや、俺がさ、届いてないかなって言ったら、じゃあ今週のストーンズはここまでとか。あ、届いた届いた来た、届いた届いた届いた、いい、今週のストーンズここまでじゃなくていい、はい、いや、行こう行こう、じゃあ読ませていただきますね、うん、はい、じゃあラジオネーム P21 さんからです、うん、逃走中で絶対絶対に捕まりたくないので、ハンターを見つけたら背中に飛びついてハンターの視界に入らないようにする。 We are Stone。 あれ、何しだろう、それはタッチされるだろう。あれ、視界に入ったやつを捉えるあれだけどね。そうね、うん、けどさすがに物理的に触れたらさすがにハンターも、はい、つって、はいって言って後ろタッチするでしょ。はい、はい、それってさ、どうなんだろうね。じゃあ今度やってみて。俺まだ出たことない。出たことない。あ、ないか。逃走中はない。あ、ないか。コーチじゃない。コーチが出てさ、秒で捕まってさ、うん、全然テレビ映んない。ね、あいつ。珍事件起こしてない。これってどっちになるんだろうね。じゃあ今度やってみたいけどね。さすがにダメなの。でもさ、そんな一か八かに出れなくない？あんな大金かかってて。確かに。俺らに逃げつけたい。でも逃走中出たいよね。出たいね。だからその、鬼退治出てたじゃん。あ、鬼退治出たね。いい緊張感あるじゃん。なんか射撃みたいなので鬼を退治して、倒すごとに賞金をいただけるみたいなのシステムの逃走中ね、いただいた。逃走中ってさ、テレビ見てさ、みんな絶対一回は出たしさ、シミュレーションするよね。するね。あ、俺だったらここで、なんだっけ、リタイアみたいなのするな、みたいなのとかさ、めちゃくちゃ想像するよ。まあ、ジム行ってるから俺絶対強いよ。いやいや、あれ、喧嘩しないから。喧嘩しないの、あれ。え、逃げ、あ、走って逃げるから。じゃ続いて、ジェシー、取れてます。うわ。お願いします。ラジオネーム、くれない。ポップコーンのことをトウモロコシを裏返したやつと呼ぶ。We are Stones。 違うだろ。ポップコーン、トウモロコシを裏返したやつって全然違う。ポップコーン食いたいな。ポップコーンっていう名前だからしっくりくるのよ。そう、説明口調にしちゃうと全然なんか、トウモロコシの裏、食欲そそられなくない？最近食べた？ポップコーン、うん、あんま食べてないから。でもさ、ね、あのさ、
映画館とか行ってさ、トウモロコシの裏返したやつの塩味とか書いてあっても、なんか書いたくなくない？キャラメル味とか。いやキャラメル味もっとやだよ。いやだよ、ね、塩味まだいい。ポップコーンだからなんかいいよね、うん、ということで、今週のストーンズはここまででございます。引き続きまだ見ぬストーンズを探しています。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com st@allnightnippon.com。 ストーンズの頭文字を取って st となっています。懸命にこんばんはストーンズですと書いて送っていただけると助かります。じゃあジェシーさんお願いします。ありがとうございます、はい、それではここで一曲。北海道といえば玉置浩二さん、安全地帯さんでパスル。はい、じゃあメールを読みしていきます、ね、はい、お願いします。なんかこんなメールが来てますね、はい、ラジオネームツナマヨさんからです、うん、俺さ今日春休みの機会にクラス全員でボーリング行ったんだけどさ、うん、腕まくりしたらクラスの女子にめっちゃいい腕してんねって言われたんだけどさあれ俺のこと好きなんかな。あリスナーがインセプションに入るでメール送ってくるってパターン初めてですね。そうね。うん、ですけども、いいね、うん、気持ちは分かりますけども、うん、うん、リスナーもね寝始めるという事態、ね、自体が起きましたね。写真付きで送ってほしい、ね。いやまあでもぜひ真剣に答えますかこれは。うん、でね。でいい、まあ、なんかいいいいね、いいよね。いいいい。なんか全員が寝てるラジオって。そうね。めったにない。みんな夢の中でみんなで喋ってんだよね。なんかこの世に存在しないですからそんなラジオって、うん。うん。存在しちゃいけないラジオですから本来は。でもこれをどんどん存在していくようなラジオにしていくんでしょ。うん、好きだよ絶対その女子は。うん、好きだよ絶対。でも付き合っちゃえばいい。うん、いいと思うよ。ぐらいはいけると思うよ。ボーリング場で。うん、もうね。告れよ。ね。もうな。うん、告っちゃえよ。もう。今。君の顔がストライクっつって。ボーリングみたいに、うん、ターキーだお前はもうターキーだ3月なんだ、うん、ターキー3月決めてターキーだお前。いやもう今 LINE しちゃってもいいと思うぞ、うん、ツナマヨ、うん、行っちゃっていいと思う行っちゃっていいと思う、うん、ただね分かってほしいのは俺らもインセプションに入った状態で答えているということなので、そうそうそう、そこを理解した上で全く僕たちは責任を持たないということを理解した上で今 LINE していいと、うんうん、頑張れぜひして頑張れこれね LINE の通知音ですね。絶対成功する。ただ責任は一切負えないということで先に言っておきます。なぜなら僕たちも寝ていますので、はいはい、僕たちはガーターですからガーターに、はい、ずれちゃってずれたんですけどね。そんなにのレーンでめっちゃまだ喋ってるの。続いてラジオネームアイボリーさんからです。ボーリングアリーナでもドームでも変わらず全力で等身大の自分たちを見せるジェシーと、ドームに行ったら俺はやべえぞ、ドームさえあれば俺はすごいんだぞと会場の大きさに全力であやかろうとする田中、どっちを舐めてかかればいいか一目瞭然だよ。じゃあはい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 、お前は今そういうの送ってこれるのもまだ今だから、うん、ただ ね、まあ、ねうん、ただね、まあ、自身はただずるい。何がね、うん、ずるおです。そんな言わなくても当たり前だもん。ずるしてます皆さん、またずるいですよこの男。ただねお前一目瞭然とか言ってるけど、今こういうメール今のうち楽しんでおいていい、ね、どんどん送ってもらっていい、うん、そうね、だってもう来月は来月に言えないんだもん俺と思ったってか。目でかクソでけえからお前らビビっちゃうよお前。みんな見てほしいわ。本当に見に来てほしい気持ち、本当に。続いてラジオネーム春はあけぼの、僕はのけものさんからです。もしドームに行って、うん、田中がスーパーアイドルすぎて田中のことを田中様と呼ばなくてはならなくなったらと思うとゾッとします。頼むからライブでずっと変顔しといてくれ。そりゃないね。いや無理なのよ、なんか決まっちゃうよねライブって。スイッチが入っちゃう、スイッチが入っちゃう、決め顔になっちゃうから申し訳ない。だってアイドルだから俺って、魔法はかけられるの、スーパーアイドルだから、その職業病っていうのかな、キャーって言われたらかっこよくなっちゃうやつ。そうそう、みんな気持ちわかんないよね俺たちの。めちゃくちゃおちょくってるよ。めちゃくちゃ魔法かけられちゃうんだよねステージ上に。でもマジでなんかね、そうかっこつけるのが恥ずかしくないんだよね全然。年取れば取ろう、どんどん目も恥ずかしくない、マジでわかる、うん、なんかだからね本当にそういう時にお前らとは違うんだってやっぱつくづく思いますから、うんうん、もうそれ言わなくてもいいんだよ。職業病ですよやっぱ。お前ら体験できない職業病だこれな。俺スーパーアイドルだからできるけども。じゃ続いてラジオネームわだかまりさんからです。おいジェシー、 We are Stones のメールが止まった時何普通にうろたえてんだよ。あのタイミングこそ桜のクイズを出すときだろ。いやいやいや、それができないなら二度と変なネタ仕込むんじゃねえ。変じゃねえよ。そう、あ、じゃあ俺のクイズやりますってか、いや、やればよかったのに。じゃあクイズやる、反省ですね。じゃあクイズやるよ。今行くのかよお前。いや、まあいいけどいいけど、じゃあ世の中には
表と裏が一緒に見れる不思議なものがあると言います。それは一体何？表と裏が一緒に、それ謎なぞ？謎なぞ。表と裏が一緒に見える。見れる不思議なもの。不思議なもの。うん、え、なんか紙とか？違います。うん、え、何？正解は野球のスコアボードでした。お前もうさ、桜関係なくなったの？桜の葉は毒があります。大事。雑学無理やりねじ込むなよ。え、本当に。でもそれは人間に害はないんだって。違う。もう桜関係ないやつよ。お前気持ち。桜の花。構成しっかりしてくれよ。構成ない。桜の花とか木の絵やってくれよ、せめて。桜関係ないやつ言ったら桜の花ってどこあります？桜の木、大きい。桜のクイズじゃない。桜の木？桜のクイズとか木のクイズはないよ、だから。なんで開き直ってんの？桜の葉はどっかある。それが雑学だったよね。はい、なんかクイズとかもう用意はもうないわけ？ないです。ないですよ、それ。こんなに時間あったの。そんなことよりいいんだよ。そう、ジュリーとリスのやりとり見てるのが楽しかった。そうなの。そう、ちなみに、もうそろそろ、この、このリスナーは桜じゃないよね。あ、そうやってやれって言ったら。違います、違います。桜じゃないです。ちゃんとしたら。そう、その桜も、あの、桜って、パッと咲いて、パッと散るじゃん。だから桜っていうのって、パッとやって、パッと引くから。ああ、だからその、その場しのぎという桜のような。そうそうそう。って言われてるのね。そう。ああ、そう。ちゃんとした雑学持ってんの？意外とね。それさっきしゃべる。さっき、先ほど。じゃ、それ出してよ、さっき。今出しました。なんだよ、さっきのさ、なんの裏と思って野球のスコアボード。いや、一応野球さっきその、大谷翔平君の名前出したから。お前がオープニングで言ったからさ。一回出しただけじゃねえ。回収。その二つでよかったよ、今。あ、そうですか、うん。なんで桜って言うか知ってるっていうクイズでよかったよ。なのに、裏と表が同時に見えるものなんだと思う？野球のスコアボード。勉強になったね。学習しましたか、うん、はい、じゃあもう一つメール読みますよ。ラジオネームヌー太郎さんからです、うん、俺春休みだから好きな子に深爪したらマジ痛えよなって LINE したらさ、3日未読するなんだけどさ、これ積んだ積んだあのね、ガンガンリスナーが寝始めてますね。ね、これ大丈夫、うん、リスナーがどんどん寝てる。起きて、もう起きてるリスナーは一人も存在しないんじゃないか。起きてたらね、まあ、これも一応答えます。積んでます。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れの時間です。番組ではメールを送ってくれたリスナーから抽選で6名の方に大好きリチャードさんデザインの番組特製ステッカーをプレゼントしています。ステッカーくださいだけのメールにあげることはないので、そういうメールはお控えください。はい、それではメール何通かお読みしますね。はい、ラジオネームあかりさんからです。田中、確かにステージのお前はアイドルだ。ただ降りた瞬間魔法は解けるんだ。覚えてろよ。ドーム終わりのラジオで現実見せてやるからな。お前ビビって逃げんなよ。いや、俺は逃げないです。俺はね、魔法、俺はもう、私生活から田中樹ですから、もう。ストーンズ。はいはい。もう、そのね、舐めないでほしい、うん。ステージが降りた時にお前らと同じ土俵になると思わないでほしい。舐めないでほしい。常に俺はお前らとの圧倒的な差がある。ことを逆に覚えておいてほしい。ね、ドームに立った後の俺がお前らに現実見せてやるから俺。俺らは田中樹には勝てないんだと。うん、俺は思わせてやりました。いや、でもよく言えるよ、それが。お前ずるいよ、ずっと。なんかよく頑張ってるよ。頑張ってるよ、言わないくらい。続いてラジオネーム、春は獣、僕はの獣さんからです。僕は今回のドームを初めて応募して外れてしまって悲しかったのですが、うん、田中を絶対田中様とは呼びたくないので逆に良かったかもしれません。決めました。お前とはいつか絶対会うからな。いいね。お前とは絶対直接会う。いや、覚えてるから。春はあけぼの、僕はのけもの、お前のことを覚えてからな。で、俺は怠け者。もう彼のことは勘弁してあげてください。ジェシー、ちょっと数十秒早いけど、もうお休み。なんでだよ。寝ててもらって。やだ。あなたはもう無理をしなくていいです。無理してないです。あなたは今日頑張る。無理してできることは無理じゃないから。じゃあなんで深いいい話をしようとしてるの。深い。誰か助けてください。もう終わらせましょう。助けはいらない。これ以上やばいことになる前に。ということで、一部の放送局を除いてですね、この後1時からオードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけでここまでのお相手はストーンズ田中樹とジェシーでした。まあじゃあそんなこんなでみんな4年目も頼むわ。じゃあね。じゃあねー。